アリケンクラスに一人はいそうなデブチャンネル。はい、もしもし。あ、もしもし。はい。さっきすいませんでした。花束。はい。いやいや、聞こえなかったっていう。そう、はい、俺も言えなくてごめんね。あー、すいません、うんうん、こっちの問題なんで、はい、うんうん、大丈夫です。で、今回ちょっと音量調節したんですけど、うん、大丈夫でしょ、はい、大丈夫です、いい感じです。半分にしたんですけど、はい、ちょっとそれでリベンジをさせていただきたいなっていうふうに思うんです。なるほど、じゃあ次はドラえもんの方いいですか。はい、ドラえもんの方を聞かせていただきます。チャンネルライチさんの、ドラえもんの星野源のやつまで3219。少しだけ不思議な普段のお話、指先と机の間に次元落ちこぼれた君、できすぎあの子も同じ雲の下で暮らした次元、そこによ次元カボナガジテありがとうございました。星野源さん。ありがとうございました。すごい。いや、ちゃんと音量調節できてたね。うん。うん、じゃあ全部消えてた。すごいうまかった。ありがとうございました。もう。言えへん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 、絶対言えへん、あんな。絶対に言えへん、あれ。俺絶対に言えへん。音出てないようなって絶対に言えへん、もう。もうダメだ、もう途中でどっか飛んでいくんだもん、あの人歌いながら。だったらつってもう、焦点するんだもん。あ、サビがうまかったね、今回もね。すごいサビだったね。いやー、すごかった。今日は、たつあちやっていくぞ。M.O. ハリケンさん。これ、前回写真送ったんですよ。ほんとにお前はちゃんと、はい、お前やちょっと待ってね、大画面で映すからな。なんて横向きなんだ。どうしたの、横向きですか。横向きだね、なんかすごい横向き、すごい、なんかスナップショット撮っちゃった。あれ、ミスった。あ、どうですか。あ、すごい、すごい、あ、縦になりました、縦になりました。唐揚げの時のアリケンさんの真似しますよ。あ、よろしくお願いします。そんなあなたの俺の唐揚げの時のモノマネまで3219。あなたの好きなおかずは出るよ、唐揚げ大正解。あれもうたまんねえよな、醤油と前をかけて21年間あれを食べたらこうなっちまった、なんかの呪いにでもかかったような体だろ。はい。あ、もうちょっと長いよ、もうちょっと最後まであるよ。まるで何かの呪いにかかったような体だろ、まったく唐揚げのパワーってすげえよな、まで。なんかの呪いにでもかかったような体だろ、唐揚げのパワーはすげえよな。ありがとうございます、ありがとうございます。ほんじゃまたな、また。面白いって言われるよね、マジで頑張ろう。やーべえ、あ、やーばい、これやーばい、令和史上最大かもしれん。
今日はタツアチやっていくぞ。どんなやつ来ても驚かないって言われたんで、ちょっといや驚かなかねえよ、もうカツ入れるものなんだよマジで、うん、もう全力で驚かしに行こうかなと思って、うん、新しいマジック用意しました。おいで、コインを持ってきました。あー出た、なんかハマったって言ってたよね、ツイッターでもですね。はいはいはい、この中に3種類のコインが入ってるんですけど、はい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 、よいしょ、1枚目が、はい、じゃあこれなんだと思います？それはなんだろう、どっかのなんかのお金？あ、どうかですね。あ、どうかっていうのね。あ、ごめんなさい。はいはいはい、これはなんだ？それは銀貨だよ、じゃあ。あ、そうですね、銀貨ですね。じゃあこれなんだと思います？それはなんだろう、五円玉の上位互換。あ、中華ですね、これね。あ、中華っていうの、あ、なるほど、はい、あ、はいはい、はい、一応両面改めて、うん、一応マジックっていうのはお客さんの優しさでできてるんで、はい、3つあります、約束が、はい、1個目できないんですけど、まず触らない、はいはいはい、触らない、はい、見破らない、見破らない、はい、報告しない、報告しない、了解です、報告しない、 OK です。あ、ちょ、ん、あ、はい、でですね、はい、手には何も持ってないです、持ってないですね、はい、はい、でですね、この状態でどうか、はい、銀か、はい、銀、中華、中華、中華、何やってんだよおい、すいません、中華だろおいこの野郎、はいはい、3枚手に握って、はい、この状態でよいしょ、銀貨を取り出して、うん、銀貨を取り出したポケットにしまいます、はい、そうすると、はい、手に残ったのは何ですか？中華と銅貨で、ポケットの中身が銀貨。あ、そうですね、当たりです。はい。え？いや、まだ何も起きてないんで。ああ、当たった。ちょっともう一回、いきます。ただ当たった人ね、今のは俺は。当たった、当たった人です。はい。なるほど、なるほど。はい、中華。はい。銅貨、中華、銀貨。銀貨、はい、入りました。さっきと違うのが、うん、手に握ります。で、銅貨、はい。はい。中華。中華、中華抜いた。これを、ポケットの中に、はい。しまいます。しまった。そうすると手の中は銀貨。あ、残念でした。手の中が銅貨と中貨で、ポケットの中身がなんと銀貨なんですよね。あ、じゃあもう一回やります。最後ですよ。え、うん、いますね。銅貨、中貨、中貨、銀貨、銀貨。これをゆっくり手に握ります。で、握った。今度はこれ。これもう分かるよね、言わなくても。ちゃんと見せて、ちゃんと見せてこれね、銀貨、はい、銀貨、これをよいしょ、ポケットの中にしまいます。そうすると、はい、手の中身は、いやいや、え、中華と銅貨だろ。いや、銀貨と、ポケットの中身が中華と銅貨です。じゃあ、驚いたら僕、声真似やって最後で落ちていいですか？どうぞ。じゃあ女装してる姫兄さんの声真似しますね。女装してる姫兄さん、お願いします。おい、てめえら、誰が唐揚げ食ったっていいじゃねえか。ありがとうございました、カイ君です。さよなら。あー、じゃあもうなんでそのレベルの、なんで最後声真似で全部似てるの？キャラクターが分かんねんだよ俺全然キャオリって分かんねんだよ。なんで最後にそれやったの？え、今日はタツアチやっていくぞ。もう終わりなんじゃない、ここら辺で。あ、もう終わりなんじゃない、そろそろ。いや、最後にあいつが欲しい、でかいのあのでかいやつ欲しい。あいつなんて名前だっけ、太った子、太った子の名前なんだっけ、あれ。あ、もしもし。よ、どうも、俺よ、もう、お前のことが気になってよ、マジで。はい、気になってしょうがないからさ。はい。音じゃって人じゃないよね。そうです。あ、音、地の点々の方の音ちゃんの人？はい。この前、顔さらし DM の時に送ってきてくれた子？はいはい。あ、そうなんや。え、これで終わるから、じゃあいつも俺がさ、じゃあみんな最後はまたねでめてくれ、まだなってあるじゃん。はい。あれを一緒にやろうぞ、じゃあ。はい。オッケー、じゃあ行くぞ。はい、じゃあね、今日は皆さん見てくれてありがとうございました。さあ、君も音じゃくんも言っちゃい、言っちゃい。
じゃあみんなありがとうございます。うん、最後はまたなで締めましょう。じゃあいっちゃえ、やったれ、ほんじゃまたな。なんか違うんだよな。